こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、私の家の中にあるホームジムからお届けするんですけども、ちょっとね、一汗かいたところなんですけども、すごくね、いい言葉を YouTube の視聴者さんからいただきましたので、ここでちょっと皆さんともね、共感をいただきたいなと思うんですけども、それがね、意思あれば道ありって言葉なんですよ。私も今までの人生の中で聞いたことがあるような気がするんですけども、強く意識したことはなかったんですよね。でも今回コメント欄に意思あれば道ありというね、言葉を部屋に掲げたというね、そういうふうなコメントをいただきまして、もうなんかすごくね、武者震いがするというかね、いやーかっこいいなと思いました。意思あれば道あり、本当にね、言葉っていうのは人の魂に訴えかける時がたまにあるんですけども、いや、48歳にして初日にね、この言葉を私はね、いただけるとはね、本当に感動でございます。意思あれば道あり、思えば、私も振り返ってみれば、がむしゃらにやってきたようであってね、苦しいようであって楽しかったような人生だったかなと思うんですよ。その都度その都度、自分ではできないんじゃないだろうかとか、こんなことやっても何にもならないんじゃないだろうかと思って取り組んだこともあります。で、確かに結果としてはしょぼいものだったり、目標が達成されなかったりとかして挫折感を味わったことがあると思いますけども、精一杯やったからこそ本気で悔しかったですし、思い切りやったからこそ記憶に残ってるし、私の人生を振り返った時に、その何ですか、うまくいかなかった時こそ勲章になってるなと思ってるんですよ。失敗したり挫折したりしてね、そこにはでも悔しかったというね、本気で取り組んだという意思があった、だからこそ悔しかった、そこでデッドエンドを迎えてもうダメになったんだけども、でもそこまではやってきたぞと、1分1秒でも一歩でも前に進もうとやってきたぞっていうのが、今の私の新しい挑戦をね、なんか支えてくれてるような気がするんですよ。そしてね、まだ方法があるんじゃないだろうかとか、もう一歩突っ込んでいけるんじゃないだろうか、本当にもう人たち加えられたらどうなんだろうかっていうふうな、そんなね、未知への自分への挑戦をしてるかなというところでございます。で、前置きが長くなったんですけども、菅総理のね、発言の中に本当にちょびっと出てきた言葉です。給付金の第2弾を出すかどうかっていうのは、必要なら出すということが当然だというふうな言葉がありました。本当に過ぎ去るようなささっとした言葉ですけども、これもん、この言葉はもしかしたらっていうふうに考えるのか、それともね、今年中は出すつもりがないそうですよっていう話を聞いて意気消沈するのか、私は違うと思うんですよ。まだ訴えかけている国民の声の総量が足りないから、柳に風みたいな感じで総理官邸には思われていて、あれ、給付金の第2弾欲しがってる人いないみたいだねって、いるけどもなんかよくわかんない YouTuber がちょろっと言ってるだけだよみたいな感じになっちゃうと、これは変わらないと思うんですよ。ですので私はこの同じ放送をしつこく続けます。持続化給付金の第2弾、もしくは特別定額給付金の第2弾、これは10万でなくてもいい、5万でも3万でもいい、とにかくプラスで必要だと思った金額を出したんだ、財政出動したんだ、そう、将来世代のツケっていう問題もあるけども、でも将来ってのはあくまでも今がね、今が過ごせてからの将来なんですよ。下手したら今がない人もいるかもしれない、すでに大量の失業者が出て転職先もない、業界ごとが潰れてしまった、飲食店をやろうとしてもおかしなキャンペーンでね、なんですか、GoTo イートキャンペーンを悪用する人がいて、とてもじゃないけど負担が増えただけだ、そんな声も聞こえてくると思いますし、まだね、私もね、この前島根に行ってきて GoTo キャンペーンをちょっと試してみたんですけども、 GoTo キャンペーンのチケットが使えない、まだ申請中で認定が下りてなくって、目の前を通り過ぎるお客さんをつかみ損ねている、そういうね、中小企業とか個人商店もあるんですよ。実際私が出雲でそばを食べようと思ったら、チケットがね、使えるよっていうふうな立て付けで、看板があったんですけど、行ってみたらまだ許可が下りてないんで今日のところは使えないんですよってことで、本当に悔しい思いをされてましたね。私はもう本当にでも気に入って自分が選んだ店なんで、普段よりも多めにそこで使ってね、プラスアルファでジュース1本余計に頼んで応援する気持ちを表現してきました。チケットは使えなかったけども、惜しげもなくそこで利用料金を払わせていただいて、この認定が下りた時にはそのお蕎麦屋さんを見かけてね、また出かけようと思います。まあ、ちょっと私のことを話してしまいましたけども、今回の動画の趣旨ってのは、意思あれば道あり、まさにその通り、その道がどこまで続くかわからないですけども、その意思を途絶えさせた時が確実にその道の終わりなんですよ。中には第一歩を踏み出す意思もない方がいらっしゃいます。どうせダメだろうとかね、やっても無駄だよと。違うんですよ、無駄にしてるのはその意思なんですよ。
無駄だという意思が道を塞いでるんですよね。でも、もう一歩だけ進んでみようと思えば、その一歩っていうのは確実に前に進むんですよね。もちろん結果がいいことになるばかりではないと思います。不損な結果、思わぬ結果、逆に良くない結果、そういうのもあると思います。でもそれも全て自分の人生だと思ってね、いいことも悪いことも受け止めていく。特にね、私はまあ男尊女卑ではないんですけども、男の人生なんてはね、勝負の連続ですよ。勝負である以上、勝つ時もあれば負ける時もあります。負け際ってのは肝心なんですよ。負けることを覚悟してね、飛び込んでいく。そして勝つ時には全力で勝つ。どっちもあるわけですよ、人生ってのはね。勝つことばかりを想定していると、負けた時の挫折感とか敗北感とか自己否定感が強くなり、それが精神疾患とか鬱になってしまう可能性もあります。違うんですよ。負けっていうのは勝利に行き着くまでのコストなわけですよ。負けを繰り返していって、もう自分なりのね、転び方ってのを覚えたら、もうだんだん転ばなくなってくると。どういうふうにやったらうまくいくのかってことがだんだん見えてくるわけなんですよ。その一つとして、私はね、しつこくこの第2次定額給付金、特別定額給付金の動画アップロードを通じて、コメントを書いて応援してくださる方、官邸にメールをしてくださる方、こういう人たちを増やし続けて、1万人、10万人、30万人、50万人と、どんどん呼びかけていこうと思います。もうこれはね、やめないですね。私がお金が欲しいからじゃないです。困っている人がお金が受け取れるように、私が支えながら動画を続けていくっていうことですね。というのが、今日誕生日を迎えた48歳、昭和47年生まれの久保哲郎の感動した言葉、意志あるところに道ありに、触発されて作った動画でございます。ついついね、腕を丸出しのこんな筋トレスタイルでお送りしましたけどもね。じゃあ動画は終わりですんで、ちょっと私のね、ホームジム、ささやかでちっちゃいものですけど、見ていただけますか。本当にちっちゃいですよ。こんな感じです。バーベルダンベルパンチングボールがあって、モニターでね、ロッキーを見ながらトレーニングに勤しむと。で、ちょっと立てかけてあるんですけども、ここにトランポリンもあるんですよ。これで全身運動をね、できるんじゃないかなと。普通の2階の部屋を、ここはね20畳ぐらいあるんですけども、全部トレーニングルームにしてしまいましたと。で、お金がないんで、まだ下のシートが張れてないところがありますけどもねこんな感じです。これ鏡ですね。で、私の自慢はこれです。あの少林寺の牧人伝でも出てきたこの牧人ですね。あのイップマンでもね、出てきた英春拳の牧人。これをアマゾンで買う勇気がある人はなかなかいないでしょ。7万8000円ぐらいしました。これはね、中古でもどこも引き取ってくれないんで、覚悟して買いました。サンドバッグよりタチが悪いです。ぶら下がり健康器よりもタチが悪いです、こいつは。でも私のね、貴重な友人です。という形でね、カンフーも自己流です。それでは、さよなら。